ヨタイムズの富川優太です。大きな建物でしょ。東京ドーム8個分の広さがあるんですって。世界から関係者ですとかメディアが集まってきているんですね。でこの記念写真を撮られている奥、自動車業界新時代と歌っていますね。4月に開催された上海モーターショー、世界中から1000社以上の企業が出展し、延べ90万人が来場しました。全世界が注目する中、レクサスで世界初公開となったのは、これまでの MPV とは一線を画す走りの良さを備えた新型 LM は、周囲の喧騒から解放され心からくつろげる時間を提供する、そんなラグジュアリームーバーに仕上がりました。それではご覧ください。レクサスの新型 MPV モデル LM です。 LM とはラグジュアリームーバーの略で、乗る人の快適性やレクサスならではの上質さにこだわったフラッグシップ MPV。 今回全面刷新された LM は日本で秋頃に発売される予定です。チーフエンジニアの横尾さんは開発のこだわりを教えてくれました。本当にかっこいい。これやっぱり意識されたんですか。次世代レクサスのデザインということで、うん、あのスピンドルボデ、ね、はい、正面に回りましょうか、はい、このラインからしっかりとあのスピンドルがモチーフになっていて、うん、グリルとしてくくるのではなくてボデと一体になっている、はい、でこれもやっぱりあの性能に効くんですね。あの大きな車体を安定させるために空気をきれいに流さないといけない。そのためにはこのグリルの枠がなくって空気がきれいに流れると、これって実は重要な要素になります。これレクサスがこのネクストチャプターとして取り組んでいるこの素性の刷新という言葉を使っているんですけれども、いかにその体幹を鍛えるかですね。体幹といいますとボディの剛性がまず最初なんですね、はい、なので今外反からは見えないんですけれども、うん、すごくボディ剛性をまずしっかりとる、うん、これを最初にやりました。あのボディがしっかりしてきますと足回りがよく動くようになるんですね、うん、でこの車はやはりあの乗り心地すごく大事ですので、足がショックをしっかり吸収してくれる、このためにはボディがしっかりしてないといけないと、うん、そういう流れです。しかもこの LM でダイレクト4なんですね。そうなんですね。LM でダイレクト4なんです。ダイレクト4とは車両の姿勢や荷重に応じて全後輪を制御する四輪駆動システムのことです。トルクをどのタイヤにかけると姿勢がやっぱ変わるんですよね。このオンオフっていうところをいかにあの後席のお乗りの方も姿勢の変化が起こらないようにするか、うん、このためにダイレクト4というものを使っています。乗る人へのこだわりは車内にも。まずモニターがね大きすぎません？これもう合計40映画館ですよ。大きさ48インチあります。48インチ、はい、一つの大きな画面として使っていただいてる、はい、あと左右に分割をして、はで片方で会議をやったりですとか、で片方で資料を出したりです、はあ、そういった使い方もできるようになってます。じゃあパソコンもつながるってことですか？ Wi-Fi であの個別 Wi-Fi でもつながりますし、あとはあの HDMI ケーブル、これを使って表示させることもできます。収納もありますよ。収納もありますね。こちらも収納になってまして、小さなバッグですとかこういったものをお手元にもそのまま置いていただいて、カバンをね、はい、靴を脱いでいただいて置いていただくとか、そういうこともできるんじゃないかなと思います、ね、なるほどね、はい、じゃあ失礼します。あ、ふか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 ほらふかふかすごい、うわふかふか、靴ちょうどいいですね。これもういいですか、こう座っちゃって。もちろんです。これあ、これついてないから、これ電動ですよね。はい、もちろんです。これ足が上がるってことですね。はい、あのオットマンを上げることもできます。この真ん中にありますコントローラーが、これ、はい、これスマホみたいですよ。スマホみたいですね。これででも全部できるんですか？できます。はあ、
あとはすごいなシートの横の方にこれほら飛行機のこれすみませんビジネスクラスとかね、はい、ファーストクラスにあるやつですこれ。これは今ちゃんと動きますので。おお動いた動いた動いた。これまさにくつろぎながら移動できる空間、はい、あのコンセプトが巣に戻れる移動空間というコンセプトになってます。すみませんこれむしろ家です。家ですねはい、あのそう思っていただけるとすごく嬉しいです。ブースには LM だけではなくレクサス初の専用バッテリー EV RZ のコンセプトモデルも展示されました。RZ のチーフエンジニアでレクサスインターナショナルプレジデントに就任した渡辺さんにその狙いを聞きました。この車をベースに、はい、あのやっぱりいろんなお客様のそのニーズにこうしっかりとこう寄り添う車作り、はい、これからレクサス頑張ってチャレンジしていきたい領域だと思っているので、はい、これはキャンプだとか、うんうんうん、あのそういったところに行くのにこうあったそのオーバートレイルモデルっていうことで、はい、環境と調和した電気自動車の、うん、そのアウトドアバージョンという。かっこいいなこれも。そしてこちらが見事っぽい、あの RZ のスポーツコンセプト。これさらに走りを追求してるんですね。そうですね。これ見てくださいこれ、はい、これはやっぱりその空力の抜けの良さっていうものをまあ意識して、はい、こういうサーキットみたいなコンディションで走るときには熱をいかにこう逃がしてあげるのかっていうことが大事になるので、そういう熱のマネジメントも強化するっていう意味で、まあ、こういう、なるほど、まあ、こういうところにもしっかりとタイヤだってブレーキをこう冷やすための、はい、導入工があったり、まあ、ここも冷却性能をちょっと強化をしなきゃいけないということで、ここも空いてる。もともとベースのモデルはここしか空いてないんですけど、はい、まあ、ここにもあの開口を作って。これも空力なんですか。空力です。はい、面白いな。でこれをそのただの本当にドレスアップっていうことではなくって、はい、例えばこういう空力性能で走安性を良くするだったり、走行抵抗を下げてあげて、うん、EV そもそもの性能であるその航続距離ですよね、うん、走行抵抗を下げることによって航続距離をこう長くしてあげるっていう、なるほど、かっこよさと、はい、その性能の改善っていう、うん、これを両立させるっていうのがこの車の役割でもあります。チーフエンジニアとしてはどうなんですか、こうやって姿が変わっていくっていうのは。はいはい、まあ本当にかっこいいじゃないですか、はい、もうパッと見かっこいい、うん、その RZ っていう車が持つそのスタイリングだったりプロポーションの良さっていうものをしっかりと生かして、こうやっていろんな場所でいろんなその性能を鍛える、車を鍛えるっていうことが、うん、できていく、こういうこともレクサスやれるようなブランドにどんどんなっていく、はい、もうどんどんチャレンジしたいと思ってます。はい、これ何ですか。これはリアル の, そのバッテリー EV のスポーツコンセプト。低いでしょう。これあのバッテリー EV ってご存知のように電池をたくさん積まなければいけないですよね。で今その電池を積むスペースってどこにあるのかっていうと、はい、基本的にはこのタイヤとタイヤの間の床になりますね。真ん中のあたり、ね、そうですですよね。はい、でそうすると背 の, あの低い車っていうものがやっぱりすごく作りにくいんですよね。はあ、はあ、はい、なんだけどこういう車も作れるレクサスになろうぜっていう、まあ、ある意味チャレンジの象徴でもありますこの車は。なるほど。レクサスの一つの DNA としてこの走りっていうものはレクサスの商品全てにおいて同じテイストを実現したい。なのでこの車も今までレクサスがやり続けてきた車の素性を鍛えるっていうことを徹底的に手を抜かずにやり続けた結果、この間私も運転しました。はい、コメントを最初に言いました。なんて言いました。これはミニバンじゃない、自分の思った通りにこう車が反応してくれる、アクセルに対してもしっかりとドライバーの意図を汲み取って、車が応えてくれる。これは秋尾会長からもずっとレクサスに言われている、本物を知る人が最後にたどり着くブランドでありたいよね。レクサスはやっぱり我々は車を作っている、レクサスっていうブランドを提供している、価値として提供している、その価値、車作りっていうものはこれからもどんな時代になってもレクサスの一つの大きな魅力として守り続けていきたいと思っていますし、そういったことに価値を感じていただけるお客様はこれからもずっといらっしゃると思うので、そういう人は
最後にレクサスを選んでいただけるようなそんなブランドになっていきたいと思っています。毎週月曜日に配信するトヨタイムズニュースもぜひご覧ください。